さて。しし今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。竜巻！俺は負けねえ。行くわよ。トレインタフルール。フリップ。私たちの勝ちね。必要な力なら残らず手にするわ。さっさと片付けるわよ。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。俺がまとめて相手してやる。竜巻。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。アディオ、大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リム、私だってやるときはやるんだから。勝負だ。ゴムゴムのバズーカ。俺に任せろ。トレインタフルール。まったくひどいことするわ。リムがそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。なんだこりゃ。こっちだ、早く来い。
女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ちょっとなんだかまずそうよ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのピストル。肩慣らしといくか。お前じゃ退屈しのぎ。ほんと。あ、よっしゃ。海の一流コックは技もさ。よーし、全員俺についてこ。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。さて、こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ、先に進もうぜ。邪魔よ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が。探検家として興味ないわけがなかろうよ。よし。
って。あら。はあ。あら。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。切りがいのありそうな相手だ。竜巻。刃こぼれはねえが、まだし少し強くなったぞ。よし。さて。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違う。こえどいて。結局この光は何なんだ。今の力を試すにはうってつけだな。気をつけろルフィ。ああ大丈夫だ。俺がまとめて相手してやる。やるか。ゴムゴムのピストル。じゃあな、俺たちは先に進む。よっしゃ。修行の成果が出てきたね。私の成長は止まらないわ。悪くないわね、仲間のために強く。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。
邪魔よ。おい、進んでいいんだよな。ああ、下に電気が通ってりゃな。よし。ここ坂だから目をつこ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。だらだらと時間をかける。みんなで協力。どうすっかな。ゴムゴムのガトリング。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。竜巻。あたしの番ね。いくわよ、サイクロンテンポ。私の出番かしら。トレインタフルール。フリップ。さらよ。よし、風向き、操作り、もっと強くなるぞ。俺は海賊。目指すは世界一の大剣豪だ。私の成長は止まらないわ。成長を実感できるほど強くなれたのね。いい調子だ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。俺は勇敢なる海の戦士ウソップ。よし。俺に任せろ。この先行き止まりだったりしねえよな。よし。俺に任せろ。よし。さて、
お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。今の力を試すにはうってつけだな。やるぞ。ゴムゴムのバズーカ。シシシ、やったな。あら、なんだか増えた気がするわ。切り替えのありそうな相手だ。行くぞ。竜巻。何？やろうっての？行くわよ。サイクロンテンポ。どう？これがウェザリアの天候の科学よ。この先もしっかり確認するわよ。これは石板ね。それに何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃ分からないわ。奥でなんか光ってんな。なんだこれ。光る壁を消さねえと。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはず。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。